Hey guys, it's Yasuko. Welcome back to my YouTube channel. 皆さんこんにちは、Yasukoです。皆さん新年明けましておめでとうございます。そして2021年2本目の動画をですね、まあ去年2週間前ぐらいにインスタグラムのストーリーで久々に何でも質問コーナーしますって、まあ、ストーリーで開けたらたくさん質問をいただいたんですよ。本当にね、全部は答えきれんくて100個以上いただいて、その中から厳選したものを答えていこうかなと思います。はい、身長体重とかも全然公開しますし、あとは最近のこととか、まあこれからのこととかたくさん質問をいただいたので、あの本当に本当に質問してくださった方ありがとうございます。 I'm gonna answer your questions, so let's get started. First question、 めちゃくちゃこの質問すごく多かったです。アメリカ大学卒業後は帰国しますか、それとも大学に残りますか、それとか大学卒業してアメリカに移住するんですかとか、将来就きたい仕事は何ですかっていう質問がすごく多かったんですけど、あの今ですね、アメリカ大学、私も今ちょうど2年いて、もう4年生の大学を3年で卒業しようとしてたんですね。マーケティング の学部、マーケティングメジャーで。でも今すごくコンピューターインフォメーションシステムズにすごく興味があって、プログラミングとかコーディングにすごく興味があって、あのエンジニアリングとかちょっとやってみたいなっていう思いがあって、あのダブルメジャーをちょっと考えてます。あの2つの学部を4年の中でするっていう感じで、まあ、稀にいるんですけど、あの2年で1つの学部を終わらせて、もう2年で1つの学部を終わらせるみたいな感じで、私はちょっとそれを今しようかなと思っていて、で、まあ、マーケティングとエンジニアリングをちょっと勉強して、でその後は普通にあのインターンシップニューヨークでしようと思っているので、まあ、インターンシップニューヨークでやってから、まあ、その後どうなるかわからないんですけど、まあ、OPT か普通にあの、まあ、アメリカの会社で働ければいいなと思ってます。でもあの夢もあるので、まあわからないんですけど、まあでもアメリカの会社ではね、一回その働きたいなとは思ってて、キャリアアップのために。なのでアメリカ卒業後はまあアメリカであの働くかなと。将来就きたい仕事が全然あの浮かんでなくて、まあ、マーケティングの関連についても仕事したいし、あとエンジニアのそのプログラミング、コンピューター系でもやりたいので、あのたくさんやりたいことはあります。 もちろん YouTube も続けたいですし、ファッションも好きやし、歌も大好きやし、なんかすごくやりたいことがあって、なのであんまりこれをやりたいとか、それはあんまりまだないですね、就きたい仕事は。はい、次、やすかちゃんの最近のお気に入りのアイテムは何ですか。いやこれね、悩んだよ。最近のお気に入りのアイテム悩んだけど、いや私の最近のお気に入りのアイテムはですね、こちらになります。てるー、これメイベリンの、多分まだ日本にはないんですけど、メイベリンのグロスのリップなんですけど、めちゃくちゃ可愛くて、これで今つけてます。はい、であとシャネルのルージュココ04番なんですけど、めちゃくちゃこれもね、私のすごい好きな色で、まあ、こんな感じなんですけど、あの私の好みの色です。はい、最近ちょっとリップよくつけてます。ということで、お気に入りのアイテムこのリップです。髪は染めないんですかっていう質問すごいあったっちゃけど、これも私髪染めたことないんですけど、絶対髪は染めません。やっぱり一回染めると美容室行かないかんとか、ケアがすごく大変になるし、すごくお金もかかるし、染めたいって全然思わんくて、プラスうちすごい、うちの自分の髪だけ好きやし、ストレートで黒髪、アジア人黒髪は特徴やし、うちは自分の髪がすごく好きなので、髪を絶対染めないです。ポコシポヨヤスカさんできました、ありがとうございます。ナドゥポコシポヨ、韓国語でしてくれました。好きな人いますか。もうこれすごいよ、これもあった、めっちゃ質問。好きな人、前の彼と別れましたと、ビクちゃんと別れましたよっていうその動画を上げた時に、まあ、気になる人がおるみたいな感じで言ったんですけど、はい、いませんなんかあんまりもう恋愛いいかなと思ってしまって、まあそういう時に限って彼氏ができたりするんやけど、彼氏ができても多分公開はもうしないですし、プライベートにしときますけど、好きな人は今のところ全然いないです。今自分がなんかすごいやりたいこととかたくさんあって、なんかそっちの方がすごい楽しくて、あんまりなんか好きな人とか今はちょっといないです。好きな男性のタイプは、男性のタイプそんなにあれなんですけど、でも私身長171センチあるんですね。すごく日本の中ではすごく身長高い方で、ヒールとかファッション好きだし、なのでヒール履いてもう身長が同じぐらいにならない身長の高さの男の人がいいです。なので身長185ぐらいですかね。身長すごい高いと魅力的だなって思いますし、あとちゃんと鍛えてたりする人もすごく魅力的だなって
思います。期待でないから嫌だとかそういう感じじゃなくて魅力的だなとは思います。あとはもう本当にすごい優しい人じゃないと私無理なんですよ。すごく繊細なので、だから女の人のことをすごく大事に思ってくれる男性が、はい、好きです。自分に自信を持つにはどうしたらいいですかっていう質問なんですけど、なんかこうやってさ、まあ、カメラの前で皆さんに動画で話してますけど、自分に自信を持つっていうすごい難しいし、うちもいつもインスタグラムとかで英語のクォートとかいろいろ見ながらすごい励まされたりしてるんですけど、自分に自信を持つっていうのすごく難しいというか、時間もかかるし結果に基づいて自信はすごくつくし、もう難しいなこの質問すごく。うちもめちゃくちゃ自分に自信がなかったし、でもなんか周りからの声、周りがすごく褒めてくれたり、この YouTube の中でコメントしてくれる皆さんがいて、でどんどん自分も自信持っていいんだって思うようになったので、本当に皆さんのおかげです。女子大なので彼氏ができません。どうしたら彼氏できますか。うわ難しいね。女子校とか女子大とか行ったことないけど分からんけど、友達にいろいろ紹介してもらうとかじゃない。いやーね、難しいね。出会いがないと。今はどこに住んでるんですか。はい、アメリカのフロリダにいます。好きな英単語は何ですかっていうのがあったんですけど、うちは Be proud of yourself が好きかな。自分に誇りを持てがすごく私はすごいいい言葉だなって思います。それこそ自分に自信を持ってって感じ。将来の夢は目標は何ですか。一つ将来の夢があって、それがコーギーを飼うことなん。ちっちゃいね、本当に可愛くて、いつもインスタとかでめちゃくちゃ見よっちゃけども、犬がうち好きで、もともとちっちゃいヨークシャテリアを飼っとったっちゃけど、本当にうちね、ずっと犬が本当に欲しくて、夢は本当にコーギーを飼うことです。一つスペシフィックの本当にすごい目標があるんですけど、昔モデルやっとった時からすごいまだ諦めきれてなくて、ミスユニバースっていう、まあ、ミスの世界大会があるんですけど、まあ、それに出ることが私の夢目標です。高校生の時の1日のスケジュール、主に勉強を教えてください。高校の時は日本の高校1年半いたんですけど、もう全部部活でした。もう私すごいちっちゃい頃からジュニアバレーバスケってやってて、中学はバレーバスケで休みもないし、高校の時も土日なんか練習試合だし、平日も毎日練習あるし、朝練もあるし、勉強は普通に期末試験2週間前ぐらいから、その期末試験のために勉強するって感じで、普段は全然宿題を毎日終わらせるって感じで、1日勉強してた時間はもう1時間ぐらいですかね、宿題のための。本当にもうずっとバレーボール、キャプテンだったし、忙しかったし、いろんなこともやってたし、留学プログラムの研修会とかもあったし、なので正直そんな毎日勉強とかはしてなかったです。なぜアメリカのマーケティングを学べる大学に行こうと思ったのですか。もともとはホスピタリティのマネジメントがメジャーやったんよね。オーストラリアの高校で授業を取っとって、すごい楽しいって。しかもバイトはずっとホテルで働いとったし、接客はめちゃくちゃ好きやし、でまあホスピタリティ勉強しようと思って入ったんやけど、最初の1学期目に取ったマーケティングのクラスがすごく楽しくて、やっぱこれだって、うちには絶対これが合っとると思ってそこで変えたんですけど、まあ、そこからすごく楽しくて、なんだろう、今もうマーケティング勉強するのがすごく簡単に思えて、まあ、その理由でプログラミングとかコンピューターインフォメーションシステムを勉強したいっていうのもあるんですけど、なんかマーケティングについてちょっといろいろなことをもう知りすぎて、なんかもっともっと新しいことを学びたいっていうのがあって、なのでしかもプログラミングもすごい興味があるので、ビジネス勉強するのはすごく好きです。失敗した後くよくよせずに立ち直る方法ありますか。いやー、うちないよ。うちもうどん底に行ったらどん底やもん。もうね、うちすごく情緒不安定で、ハッピーな時ハッピーやし、もちろん動画撮る時はもう皆さんに元気を届けたいけんすごくハッピーであるけど、まあ、ハイテンションの時もあるし、ハイテンションともうすっごいもう半端ないほどのネガティブがすごくて、その差が。ネガティブになると、3日か4日ぐらいずーっとネガティブで、泣くし毎日。私すごく泣き虫なんですよ。こう見えてめちゃくちゃ泣きます。本当に繊細ですごく傷つきやすくて、一つのことに対しても深くめちゃくちゃ入り込んで考えて、もう妄想が始まって、なんだ被害妄想、もう自分で
で泣くっていうのはあるし、くよくよせずに立ちなる方、もう泣きたいなら泣けって感じ。うちはもう泣きたい時はめちゃくちゃ泣いて、そしたらもう疲れて寝るんよ、夜で。朝起きたらもうハッピーって感じ、うちいつも。はい、好きな人や好きな人に好きって言われたのに1ヶ月メッセージくれなかったら自分からメッセージしますか？難しいね。でもうちは男の人からうちはメッセージしてほしいし、うちはしないかも。香水の匂いとかがダメで海外の方は割とつけるイメージがあるのですが気になりますか？いやもうね、海外はもうエチケットです。うちの妹とお母さんもう香水大嫌いで、でうちすごい香水めちゃくちゃ学校行く前とか全然つけるんですけど、汗臭い方が嫌じゃない？汗臭いのと香水やったら全然香水の方がいいっちゃけど。香水めちゃくちゃうちは好きです。みんないい匂いやし、まあ稀にその柔軟剤の匂いがすごい強い人もおるけど、うちは香水すごく好きです。海外はもう普通にめちゃくちゃみんなもうエチケットね、みんなデオドランとシュッシュはもうエチケットです。多分それは避けれんと思う。みんなつけるでよ香水は。身長何センチですか？身長体重って、まあやっぱみんな気になるよね、身長体重ね。すごく動画でも今まで言ったことあるんやけど、身長171センチです。で体重も最近ちょっと太ったり痩せたりダイエットしたりせんかったりすごいあるんやけど、62キロかな多分今のところ。62キロぐらい、身長171センチの62キロで、足、まあ足聞かれてないけど足26センチです。日本でね、もう昔の時、まだ小学生の時とかもうすっごく探すの大変やった。小学校の時も、小学校の時25センチやったの足がね。もうね、探しきれん。レディースのナイキなんか全然なかったし、まだ10年前とか。今はあるけど、レディース昔はまだなくて、時代を感じるね。はい、ちょっとね、身長はすごい高めです、日本人にしては。日本人は体型が細ければ細いほど綺麗って考え方だけど、アメリカの方もそうなんですか？うちが思うに、やっぱりアジア人、日本人っていうのはすごく細いです。本当に細い。アメリカの方たちとか海外はすごくお尻がすごく大きくてプリッとしてとかがすごく人気なのかなって思います。足はめちゃくちゃ細いんじゃなくて、意外と筋肉がついてる、色々ちょっと日焼けしてる人がまあ一般的に人気なのかなって思います。もう女の子もみんな、白人の子たちはみんなセルフで日焼けの色にできるチェーンカラーを塗ったりするので、本当にすごく私のね、色、この日焼けした色すごく羨ましがれます。アメリカでもオーストラリアでも、日本にいるとわこの子すごい黒いっていう変な目で見られるけど、日本人はすごく私は細いと思います。アメリカだとやっぱり体型維持は難しいですかっていう質問。うちはすごくアメリカでは簡単です、体型維持が。皆さん留学で太るとかいろいろ多分あるあるとしてあると思うんですけど、日本にはすごく美味しいものがあって、すごく美味しいものをすぐ食べれるって感じ。コンビニ行けばたくさん美味しいものあるし、すごく誘惑が多くて。日本は、アメリカだと私はもう自炊なんで、毎日のみんなが想像するアメリカンサイズっていうさ、サイズあるやんか。うちあれ見たことなくて、マックも全然ちっちゃいし、マックの飲み物は大きいかもしれんけど、私は個人としてはアメリカでの体型維持がすごく簡単で、痩せやすいです、アメリカで。私は日本にいると逆に私多分めちゃくちゃ太ると思う、本当に。でまあダイエットルーティン動画してくださいとかリクエストがあったんですけど、まあこれから今ちょっとダイエット動画撮ってるので、一回私太ったんですよね、12月に。なのでそのついてのちょっとダイエット動画も今撮ってるので、皆さん楽しみにしていてください。アメリカは結構学生同士でパーティーやりますか？やります、みんなやるよ。もううちが来た時はうちの大学はすごくめちゃくちゃあったし、スパニッシュも多いし全然やるけど、まあコロナになって、でもそれでもあったな。うちはもうパーティーが大嫌いで、アメリカのなんかみんなお酒弱いのにめちゃくちゃ飲んで、すごいなんかクレイジーになるんですけど、うちはその空間が大嫌いで、パーティーは行かんし、うち夜で歩くのとか夜どっか行くの大嫌いで、夜7時過ぎたらもう絶対家に降りたいし、全然夜で歩くとかなくて、普通に家でゆっくりしたい派なんで、どんだけ友達からも一緒に行こうよとめちゃくちゃ言われるんですけど、もう意地でも行きません、パーティーには。はい、最後です。アメリカだとやっぱり恋愛で告白するという文化はないですか？ないです。日本みたいに好きです、付き合ってくださいは本当にない。なんかいつから付き合ったのかね、あんまりわからんと。もう付き合った彼氏に、うちらっていつから付き合い始めたと、とか告白する文化はないです。もう自然とお互い意気投合して、何回かどっか行ったりしてハンギングアウトしてみたいな感じになって、なんかそれでもうなんか流れで付き合うみたいな感じ。
けん、それ嫌なんよ、白黒はっきりしてないけん。ちょっとそれは私はあんまり好きじゃないですね。はい、ということで、まあラストの質問だったんですけど、どうだったでしょうか。あのすごく久々の質問コーナーだったので、私もちょっと楽しませていただきましたけど、恋愛 Q&A もちょっとまたやりたいと思うので、まあ、すごいね、今回恋愛の Q&A はすごく多かったり、まあ、国産恋愛についても多かったんですけど、まあ、次は愛花とちょっとね、国産恋愛についてね、話そうかなと思います。愛花ちゃんは今絶賛国際恋愛中なので、まあ、皆さんの参考になれればいいかなと思います。はい、他の質問もあったんですよ、いろいろアメリカの大学についてとか。まあそれはね、本当に他の動画で話してるし、すごくディープに話してる動画もたくさんあるので、まあそちらを皆さん見ていただければ嬉しいなと思います。本当に大学の奨学金についてとかあげたので、その動画そちらを皆さんチェックしていただければ嬉しいと思います。はい、長くなっちゃいましたけど、皆さんまた次すぐ動画あげるので楽しみにしていてください。 So that's it for today's video. I hope you guys enjoyed this video and don't forget to subscribe my channel and give me like. So I will see you guys next one. Bye. Might be shaken but not stirred. Just a lesson that I've learned.